あっという間に時間はなくなりますよね。僕も鹿児島で独立して今年の10月でまるっと5年ですよ。5年ですよ、鹿児島。やばないですか。早いっすね <laughs>。今回結構運転したんですけど、うーん、まだ行けますね <laughs>。ただ、まあ60歳だったらできないでしょうね。 長距離運転は60歳。まあ、僕だったらしておりますかね。どうなんだろう。でもあ、あれ乗ってるとね、なんかね、エネルギー湧いてくるんですよ。な3、4からエネルギーもらってるみたいな、よくわかんないですけど。まあでもね、やりたいことはね、やれなくなりますから。まあ、80歳で酸素マックスつけて、病院のベッドの上じゃ何もできないですよね。さすがに。うーん。 ま、動画を撮れるかもしれないですけど、行きたいとこ行ってみるとか。だから僕もあの、なんだ、ん、もっといろんなとこ行きたいですね。うん、もっといろんなところ行くために何が必要かっていうと金です。完全に金です。<laughs> やっぱね、ガソリン代クソ高いですよ。やっぱり。3、4で丸っつったら。うん、だって満タン入れたらね、こ久保さん、高速道路のね、 ガソスタ廃屋180円でしたよ高いっすよね。もう200円なんじゃねえかなみたいなね。やばいっすね。うん。R34 で全国飛び回るためにはガソリン代、オイル代、タイヤ代。ね久保さんもタイヤ代ね、あのね、ねかかるって言うと、あの、変えるみたいですけど、僕も4本変えるとアライメントも入れて、25、五6っすかだから、普通のサラリーマンの、 手,手取るみたいなのが一瞬で消えるんで <laughs>。タイヤも高いですよね。軽自動車だったら4本で3万、1本1万ぐらいで買いますよね。多分ね、軽自動車だったら。4万ぐらいですか ?25 万ぐらいですよ。3、4。高いですね。うん。走れば走るほどタイヤ擦れますしね。うーん。 なやりたいことをやるためには、やっぱある程度のやっぱお金は必要なので、まあ、久保さんがね、あのー、どれだけ稼いだとしても、1円を稼ぎに行くみたいな話なんですけど、お金って血,だ血,血ですからね。うん、金は血だと。タイトル、金は血だと。だから何かしたいんだったら、 まあ体が健康じゃないとできないだろうし、何かしたいんだったらお金必要だし、もちろんお金なくてもやれることはあるかもしれないですけど、やっぱ選択が狭まれられるわけですよ。例えばガソリン代がないってね、自由にね、廃屋バンバン、満タン8000円ね、これ10回入れたらもう8万ですからね。バカでしょ。え、10回満タン入れたら8万ですよ。これどういうことかわかりますよね。じゃ20回入れたらもう16万ですからね。<laughs> 満タン。満タン20回入れたら、 16万でしょ。これ100回入れたら80万なわけですよ、ガソリンで。バカですよね。完全にバカなんですけど。<laughs> だから僕ね、多分ね、年間ガソリン代で100万くらい使ってんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> ガソリン代100万ってどうですか。まあまあバカですよね。これじゃあ10年で1000万ですよ、ガソリン代だけで。 だから自分がね、この車で行きたいってなった場合は、やりたいってなったら、それぐらいガソリンかかるわけですよ。まあね。まあ僕はまあキャバクラとか行かないので、まあ、キャバクラ一回行ったら8000円では収まらないですよね、多分ね。女の子にお,お酒とか入れたら。まあそれと僕はまあそ、それとね、あの、比較して、まあ安いなと。まあ安いと思ってるんですけど。<laughs> どうですかね。 キャバクラ行く、ね、経営者の方いいいるじゃないですかかお付き合いとか僕お付き合いないので今ね昔はお付き合いで行ってた時もありますけどお付き合いもないですから本当ね何もないんですよそうだから何もないからまあそ,れそこにお金使ってるんですけどでも何もなくてお金も何もなくて何もできないみたいなねだからあの何かしたいっていうのはあると思うんですよねどっか行きたいとか なんか買いたいとか。うーんな,なんかまああるはずだと思いますうん。で、そこにお金はかかりますから必ず。必ずではないけどほぼかかるんじゃないですか。うーんまあ、僕はね、飛行機も使うときあるし、車で移動したいときは車でいい車の方が全然高いんですよ。飛行機よりね。ジェットスター安いですからね。5000円とかですよ。 5000で、ね、鹿児島、東京行けますから。それに比べると、車クソ高いんですよ。贅沢ですね、車。<laughs> うん昔はね、飛行機高かったですけどね。今安いから。うんまあ、あ高速バスと新幹線とかね。まあ、ね、いろいろな交通手段あるじゃないですか。うんまあ、それもお金がなかったら、ずっと夜行バスしか使えないとかね。 うん僕もたま、夜行バスね、昔使ってましたけど、飛行機の方がいいですね。まあ、あと、自分の大好きな車ですよね。時間はかかるけど、いろんなとこ寄れるんで。うん。だから、まあ、人生限られてる、人生限られた時間の中であ、あなた何したいですかと。で、その何したいのに、どれぐらいの費用がか、経費が、まあ、経費にしましょうか。 まあ僕はあのー、経費みたいな考え方なんですけど自分がしたいことに対しての経費はどれぐらいかかるのかじゃあその経費をね経費を計上できるように売り上げをどれぐらい上げないといけないのかっていうでこれサラリーマンの方はそういう考え方ないと思うんですけど必要経費ですよね自分がしたいことをやるための必要経費だそれははたから見たらねそれは経費じゃなくて 贅沢だって言われるかもしれないですけどまあいろんないるいるじゃないですか,だか僕はその代わりその代わりあの固定費は絶対上げないと鹿児島の家賃4万2000円ですからじゃあかよよか家賃4万2000円は贅沢,贅沢ですかどうなんですかね東京の東京だったらまあまあしますよ <laughs> 4万2000円は家賃4万2000円はどうでしょうか贅沢でしょうか まあそこは削ってもう絶対固定費上げないし。うん。だからその浮いた分ですよね。何使ってもいいですよね。別に。<laughs> そう。まあもう僕は、その、あれもこれもってなっちゃうと、お金いくら稼いでも足りないですから。だから自分の許容範囲で、ね。あの、これをここに使いたいから、これを削るとかね。うん。 でも、ここは、必要なわけですよね。だから、削ったとしてもある程度必要ですから、稼がないといけないし。まあ、その、ね、久保さんも維持費ね、お金かかりますけど、ガソリン代だけじゃないですから、ね、久保さんね。<laughs> いろいろ部品ぶっ壊れますからね。僕もあの、なんだあの、タービンとかいろいろ昔、車検の時全部交換したんですけど、150万いきましたからね。150万ですよ、車検で。いろいろ交換すると。 いろまたね、ちょっと100万超えの車検が来年ぐらいになるかなとは思いますけどね、交換しないといけないんでまたねタービンもまた交換しないといけないんじゃないかな、そろそろいやー、高いっすね、<laughs> 頑張んないと。うん、だからその自分の大好きなものにお金使いたいから稼ぐ。 例えば、なんだ女性の方に、なんか、大切な人になんか、いいものをプレゼントしたい。そのために頑張る。それは、そのためにお金稼ぎに行く。それは悪いことですかね。それが人だろうか、物だろうか。別に何でも言ってますけど。<laughs> まあ何が言いたいかっていうと、金必要なんで、久保さんが言った通り、1円でもやっぱ真剣に稼ぎに行く。1円の経費もしし真剣に、 1>, 1円の経費ですら真剣,真剣に考える、稼ぎに行く、うん。ん、これが大事なんじゃないですかね。会社がやばくなった時に一番、あのー、やることって何,何かっていうと、真剣に経費のこと考えますからね。こいつはいるのかいらないのかみたいなね。真剣に経費のこと考えますからね。そう、人件費のこと。うん。 だから常にやっぱ真剣であればいいんじゃないですか常に真剣であれと。これで行きましょう。行ってらっしゃい。